立花の誠と我は、奈良時代の女官。西洋に下中宮の大部、立花の妻の四女、兼、犬飼い道代の孫娘で、小一くらい左大臣立花処刑の命。十三味、竹部京、藤原乙マロの室。後十二位、右大臣、藤原忠志の室。姿勢は、立花阿尊の千尋岡阿村。立花の宿根を経て再び、立花阿村。官位は 十三味。名は、浅津賀、朝戸賀、松賀、新田場、浅乙、朝通りわれとも表記される。高県庁の立花ならマロの乱の約二ヶ月後の、天平商法九歳うるう八月に、聖武天皇の夫人であった姉の小中里氏、兄の立花面もらと共に、労歌手を授かっている。この時は、無いで、阿尊生純人の天平法五年正月には、 藤原中丸の娘の被体と共に、無意から十五位下に少女し、この時は、立花姓に服しており、少女姓になっている。小徳町の天平神五元年には、県犬飼姉根女らと共に、十五以上。公認町の宝棄二年には、聖五意下で、この時までに、阿尊姓に服している。同三年、久米若女と共に、聖五以上。同七年、田地彦名、ねじめ。 久米の若女と共に十四人下に少女する。か武友の遠略四年に、藤原諸子、くだらの子に岸明信共ともに生四人以上になり、翌五年には、藤原諸子、の宮子と共に、十三位に上る。藤原おつまろにかして、拒否とまろを生み、おつまろなき後は、そのままこの是コの目かけとして、親とも、オスとも、弟ともの母となっている。 苦行部人延暦9年上には、藤原武志ともは、右大臣税行の三男で、母親は、なお倉三位朝通り我が阿ソンとあり、延暦13年上にも、藤原真由は税行の次男で、母親は、おスともと同じであり、なお十三位朝を阿あそと記されている。尊卑文脈には、なお倉十三位朝通がとも記されている。中期のないものは、俗に本気による。 ありがとうございます。